はいはい、ラジオ聞いている皆さん、こんにちは。こんにちは。MC のゆうやと、おたろと、あ、ゆきやです。はい、高校生たちの30分の時間が始まりました。この番組では、いろんな高校のゲストを呼んで話を聞いたり、ゲストやリスナーの皆さんと共に、いろいろなコーナーで盛り上がっていく番組です。イェーイ。イェーイ。イェーイ。はい、この番組では、リスナーの皆さんからのリクエストや感想を我々に相談したいことや、メジャータイトル決定戦の答えや議題なども、どん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 大募集しております。宛先は761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp までお願いします。いはい、そして今週も素敵なゲストがいらしております。中部農林だよね。そうだよ、中農の高校から来ております。はい、まず自己紹介ちゃちゃっといっちゃってください。ツイキャスのカメラ目線で、はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。中部農林高校1年熱帯資源課の大森部長、タバユートです。よろしくお願いします。もう一回もう一回。名前のところをもう一回。あ、タバユートです。はい、OK。ちょっとなんか、タバユートですみたいな。すいません。大丈夫、はい。じゃあ、以上のメンバーでお送り、今週もお送りしていきたいと思います。皆さん30分間お付き合いください。はい。はい、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 はい。はい、じゃあ今週もね、ゆったり、まったり。ゆったり、まったりいっちゃうか。で、中の、うん、ユキヤと一緒。そうだよ。そうだよ。あ、でもあれ学科は違う。学科も一緒。学科も一緒。クラスも同じ。クラスも同じ。はい。おお。まあリーダー俺たちの。あ、マジリーダー。俺たちは一君を率いてる。そう。ツイキャスのカメラの角度がきついわよね。見てみ。ツイキャスの人分かるでしょうけど、このレギュラーの人が左半分二つに埋め込まれる具合。いやそんなこと言われ、ラジオ聞いてる人分からんね。まあね、分からないって、まあ、とりあえず苦労してるんですよこちら。はい、じゃあね、いろいろ中農についてね聞いていこうじゃないですか。おお、ネッシー。ネッシー。ネッシー。ネッシーだよね。ネッシーはどんなことやってるの。お前いたい。ネッシーはね、沖縄県の高校生です。はい、やっぱりね、まあ、農業を中心に、うん、それは中農だからね。まあ、まあ一番中農の中で一番農業をやってるのが熱心かが一番熱心。あと、あの、うん、動物とか世話とか。あ、そうそうそう。いいね、いいね、うん。メッセージ来てるよ。かっこいいですって。お、誰のことか。わかんないけど。南さんからかっこいいですってキャスが来て、で、あと肉球さんから沖縄県高校生ですかって。そうですよ。そうです。現役の高校生たちの DK だよ。 DK。 そう、 DKDK 男子高校生のドンキーコングね。なんでよ。なんでやねん、マジ。ほんとに。マジ農業。農業。農業。じゃあ、あれ、あの肥料とか。ああ、まあそんな感じ。素手でね。素手で手を汚しながら。そうそうそう。巻くわけですよ。あれか、あの銀のさじか。まさに言うと一番簡単な。漫画で言うと銀のさじか。簡単に言えばあんな感じで。それ退屈はしないよ。そう、退屈しない。楽しい。じゃあ学校広いっしょ。学校広い。広い。もう敷地がよ。あ、マジ。ライカムとどっちが広い。あ、それはちょっと。ね、ライカム。ライカムでした。ライカムか。比べ物になる。ライカムには勝てん。ライカムには勝てないか。ちょっと勝てないっす。え、じゃあ東京ドーム何個分ぐらい。あー、でもなんか横に長いって感じだな。あ、そうだね。横長。横長ってことは以上。うん、横長だな。横長。東京ドームで表せばね。なんか長い、本当に。本当に長い。そう、端っこから端っこまでが長いやつよ。そう。あ、じゃあ縦、横には長いけど縦には短いと。縦にはあんま長くないね。あ、短い。縦には全然短い。横長だったらさ、あの逃走中とかできない。あ、まあ一応やろうと思ったら絶対できる。あ、マジ？もう楽しそう。校舎もいっぱいあるべ。そう。楽しそうやし。楽しそう。各学科で、ね。高校でそんなことするのは結構。で、中のあの熱帯資源海外何かが。あと。造園か。あ、造園か。福祉か。なんでこうたろう分かるか。福祉か。うん。職人科学か。そう。なんかもうメンバーでは、あ、もうメンバーが違うな、うん、どんな人かみたいな。メンバーが違う。いろいろあるね。そう。そう、いろんな高校から。おお、まあ。ほとんど女子が多いんだけどね。そうだ。もう一番俺たちのクラスは。うん。一番女子が多い。男子9人に。そうだよな。女子31人。いいさ、そこ。花園って言うんですよ。花園か。まあ一応。逆派。ちょっとね。うん、まあ、ちょっと逆ハーじゃない、それがハーレム。あ、それがハーレムか。それが普通のハーレム。高校にいいさ、花園だよ。楽しみなさい。まあね、ポポポ様を尊重する海様から初見って来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、いいね、中の、うん、最高っす。いいね、楽しいよ。楽しそうだね。あれでしょ、
ってことは自分たちでなんか育てた農作物食べれるってわけでしょ、うん、そう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 、買えるし、いいさ、 無農薬野菜を自分たちで作れるわけだろ。そうそうそう、それもめちゃくちゃ美味しい。そう、絶対うまい。やばい。お、一番おすすめは尊じするカイ様からメガネの人かっこいい。ありがとうございます。おー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 、早速かも。早速だな、早速だな、早速来た、早速だな、この野郎、俺はツイキャスに映ってないのに。あ、そっか、そっか、どうだよ、これが特権ってやつ。あ、まあね、なんのよ、知らない。じゃあ、あれ、自分たち食べるさ、うん、美味しい、美味しいよ。一番食った、一番好きなのは、一番好きなのは、まだトウモロコシとか卵とかしか食ってないけど、トウモロコシ食いたいね。トウモロコシやばいおいしいよな。トウモロコシ食いたいな。甘い、めっちゃ、あの甘さはなんかもう市販の甘さだよね。うん、半端じゃない、マジで。卵とトウモロコシ超うまそうなんだけど、うん、持ってきて今度。あ、いいね、取れたての卵超うまそう。いいんだじゃん、視聴者、あ、視聴者の皆さんにプレゼントしよう。リスナーの皆さんにできたらね。まさかの、ちょっとメールが来てる。お、珍しい、ツイキャスから言ってるけどメールは、まこさんから。はい、わーい、今日は1時間なんですよね。ちょっと違います、先週でした。すいません、自分が間違えました。今日は皆さんに質問があります。はい、じゃあちょっとここからはこの質問に答えていくコーナー、今も質問だったね、勝手に問題解決のコーナー始めます。イエーイ、2回目。はい、2回目。これ覚えてね。まあ今回はちゃんとしたね、質問が来てるから。おお、今回は本当に来てんの。うんうん、本当に来てる、本当に来てる。お、マジで来てんの。嘘じゃないって。ゆうやの頭の中、じゃあ、はい、まこさんから、はい、今日は皆さんに質問があります。皆さんはもう気になる子ができましたか？また今までで印象の強い恋愛経験はありますか？だそうですね。いや、絶対それお前の頭の中じゃないの。違う違う、待って待って、本当か、本当に、本当に本当にメールが来てます、これは。おお、な、疑わないで、本当に来てるからさ、ほらほら、際どい質問、番組へのメッセージ、ね、ほらでしょ、本当に入ってた今。だって俺の携帯メール、メールショートメールしかできないもん。しか嬉しいんだけど、できないよ。はい、ということで、もう気になる子はできましたか？まあね、高校、うん？あ、いや、なんでもない。なんでもない。こっち、まあね、こっち、高校生なんだしね、気になる子の一人や二人ぐらい。あ、なんかさ、なんかさ、何？なんで？俺はカミングアウトしたのにさ。別に可愛い子なんてそこら辺にいるし。そっち。いいな、それは。な、それはいい。じゃあじゃあじゃあ。あら、ちゃんと探せばよ、いるわよ、どこにでも。わ、うん、かるか。あ、まあそれは、ね、あの人可愛くない可愛くないとかそんなの言ってる暇はないばよ、うん、全部可愛いと思えば大体可愛いばよ。あ、わかるか。すいませんでした。ああ、コウタロウの恋愛論。やばい、わかるか。コウタロウの恋愛論、どんな女子にも可愛い一面あるばよ。はい、ちょ、できたの、できたの、何が気になる子は、何がクラスとかに気になる子はできたの。気になる子、え、別にクラスにはいないけど。あ、それ言っちゃう。おうおう、で、ゆきやは？俺はね、微妙だな。あ、微妙か。なんかまだそんな分からないさ。あー、分からないね。1ヶ月ぐらいし。分からないね。でも裏を返せば一応いるっていうことだろ。うん、いや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 、それも違う。照れんなって、お前。可能性がありえるやつもいるってわけだろ。うん、あー、ありえるやつはいるかもしれないね。なくはないんだよ。そういった話もいないよ、そういった人。希望もあながちなくはないんだよ。ツイキャス来てます。リカルドさん、キータンさんから、リカルドさんから初見です。キータンさんから絵文字で、OK、イェーイ。お姉ちゃんだ。イェーイ。来てます。はい。気になる子。になる子、ホームル部長。はい。俺もホームル部長なんだけど。はい。俺はもうできましたよ。おお。早いな、積極的や。気になるっていうか、もう好きな人ですよ。おお。早い。もうできました。もうその人とは結構仲いいっすよ。仲いい。仲いい。おお。これはこれは脈あり？自分から見て脈あり、その人に。ちょっと可能性はあります。おお。自信過剰。そっちか。おー、怪我するぞいつか。もう怪我しまくってるよ。それでね、まだ今までで印象強い恋愛経験はありますかということですね。言うやないでしょ。言うやないでしょ。ないよ。ないよ。言うやなさそうだもん。俺なかったもん。言うや女子ばっか追っかけ回して全部逃げられてる。追っかけ回してんわ。何を言うか。答えたくないな。うん、何それ、黙秘権こうして。いや、ダメじゃん、ダメじゃん。ホームの部長は。俺はありますよ。おお、中学校の頃に。やるな、お前。おお、やば。俺は中学校の頃にね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ラジオの外から手を振ってくれている。何でしょう、これは。あ、なんか宣伝っぽいですね。バスケットボールの大会。ゆきやちょっと取りに行って。ゆきや行ってこい。そう、こんな。ちょっと待っててくださいね。FM 小沢、こう、みんなから。取りに行って一回。
道行く人から道行く人に挨拶をしながらラジオができるっていう、そう、いいね、すごいいいロケーションだよねここね、うん、今の方はバスケット選手かな、頑張ってください、うん、頑張ってください、はい、ね、お願いします。それで、はい、話を戻そうじゃないかい、はい、どんな感じだったんだい、まあ、あ、じゃあ待ってよ、ちょっとバスケットの今さっき来た説明をしましょうか。はい、スポーツコンベンション応援人材育英事業第1弾として、はい、世界で活躍している一流アスリートに学び世界を感じようというあれです、ね、なんかかっこいい、今の人たちもしかしたら、はい、そうみたいです、今さっきの人は UBA は、すげえ、あ、うんうんうん、の選手がコーチって書かれてるから多分そうなのかな、すげえ、だったらバスケ好きな人とかはどこに集まるんだい、バスケは、はい、日時は、はい、5月4日明日、トゥモロー、朝10時から、正午12時まで、うん、読谷村体育センターで行われるそうです。で、引き続き2回目がその5月4日の夜7時半から、9時半まで、読谷中学校の体育館でやるそうです。対象は2歳から大人まで、会費が中学生以下1000円高校生以上2000円保険料を含んでいるそうです、はい、持ち物、シューズ、運動できる服装、着替え、タオル、飲み物、バスケットボール、バスケットボールは可能な方が持ってきてくださいとのことです。おー、すごい、お、要するにこれ一流のアスリートに学べる機会があるってことですね。時間のある方はお足をお運びください、うん、バスケが好きな人とかね、そう、俺好きですね。おお、じゃあ話を戻そうか。相当レアな聞きたいんだな、ゆうや。はい、そうだそうだ、ほらだってメールが来るぐらいこうみんなはゴールデンウィークは恋に飢えてるらしいんだよ。だから、いや、それはお前だけじゃないか。それはお前だけじゃないか。俺だけ、うん、やめい、なんでや、うん、でで、ね、俺はね、でで中学校の2年の時にまあ可愛い子がいて、その人好きになって3年生になってまあ、告白したんすよ。おお、え、それは何で、あのメール、口、手紙、直接です。おお、かっけえ、男、キングオブ男で、まあ直接やって、まあその子とは仲良かったんだけど、だってそれを告白して、なんかその今までの仲のいい友達のまんまの関係がいいみたいな感じで、まあ、振られちゃったんだけど、今も仲いいってことで、あ、一番いいね、それが、うん、いいよ、いいよ、うん、いや、一番いいのは付き合えなかった場合一番いい解決、あれ、うん、そうだよ、友達のまんま、そう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 、うん、終わる、それがいいんだよ、撃沈して気まずくなるよりかはね、うん、まだそっちの方がいいかな、全然いい、かっこいいな、お前まず、うん、はい、ラジオネームまこさん、我々はこんな感じでございます、はい、我々はこんな感じでございます、男子基本アホです、ね、はい、じゃあ次のメールに行きたいと思います。高三分の皆さん、お久しぶりです。ラジオネーム5代目うちなんちょシスターズでございます。出た、ゆうやの頭の中の住民。これ意味ある。さよなら。はい、さよなら。はい、さてさて相談です。ゴールデンウィークに入ったのはいいのですが、宿題が多すぎて困っております。本当に多いです。マジブラック企業です。どうすればちゃちゃちゃと宿題を終わらせることができますか、ということですね。俺そんなないよね。俺7個ある宿題のうち、あんまり全然1日で終わるぐらい、うん、本当に1日で終わらせきれる、ただの書き取りって感じ。まず俺たち小座高校は教科ごとに出されるさ、教科ごとに出されて、10組は分からないけど2組、俺たちのクラスは7個課題が出されたばよな。わあ、で俺もう3つ終わらせたばよな。はやば、昨日で。早っ、俺たちまだ何も宿題終わらせてないっすそれと俺学校に忘れちゃったんだよね。一番やばい方、昨日取ればよかったのに、本当に。はい、あ、どうすればちゃちゃちゃと宿題が終わるのかっていう、まあ、終わるのはそれは個人の問題じゃない、そう、正直って、まあ、やる気と雑念を書き消せるか消せないかって話、まあ、一番早い話は答えを見ればいいんだけど、まああれはまあね、まあ、それだったらテストダメじゃん、うん、あ、友達が終わってんの借りて、あ、下水やり方だなそれは、まあ、それがもう、それがもう当然、はい、友達が終わってるのを借りて名前書き換えて、あ、なくしてしまった、ごめん、めちゃくちゃ謝って、自分のものです、一番やばい、それ論外、やばい、人として論外だよそれ。はい、じゃあという感じですね、五代目うちなんちゅシスターズさん、はよ、ではそろそろ曲に行きたいと思います。曲は、リクエストは、はい、ホームルームチャー、曲名桃色クローバー Z の猛烈宇宙公共曲はい、第7各章、各章、無限の愛、無限の愛、はいです、どうぞお得みたいな、違う違う違う、あのさ、ちょっと
長いから、ね、あ、長すぎたうん、あ、ほんと普通だな、今日はね、はい、じゃあ終わったらそのままメジャータイトル決定戦。お、なんか決めた。あ、何ページしたのさっき。ゴールデンウィーク、え、これさ、どういうこと。何がメジャーの過ごし方。メジャーの過ごし方、過ごし方微妙だね、いつもこの微妙だ。ゴールデンウィーク絶対最強の、最強の過ごし方にしようぜ。過ごし方、今日のね、最強の過ごし方っていうのはどういう、うん、じゃあもう全部一つで、いろんな面で最強、いろんな面で最強な過ごし方をあれするわけさ。よし、ツイキャスの画面なかなかいい位置になったんじゃない。うん、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークですね。うん、そうですね。今年シルバーウィークもあるそうですよ。ああ、そうだね。9月に、小4ぶりかな、俺たちで。なんかゴールデンウィークよりきついな。シルバーウィークだった。2009年にあったかな、俺たちの記憶に新しいシルバーウィークとやらは。覚えてるの。だったらそろそろあれじゃん、ブロンズデイズとか出るんじゃん。なんじゃそれ。ブロンズデイズ出ないでしょ。どうの、じゃあウィークはウィークほどではないけど、まあ、ちょっと連携が続くから、まあ、どう色にしてブロンズみたいな。今のくだらないけど、ああ、青は5代目なんとかシスターズさんから来たんだな。違うわ。ブロンズデイズとかもくだらないな。マジか、やばいっすよそれは。頭の中での住民をここのラジオで出すっていうぐらいがおるからしたらびっくりだわ。違う、どうかと思う。違う、ね、待って、え、で、何、ゴールデンウィークの過ごし方乗ってるし。アイドルオタクみたいなもんね。僕ら面白いさ。シャダイン、シャダインだ。サークレス、ここがどうなってるのかどうか。私盛り上がります。盛り上がってるな、そこ。ももクロ舐めない方がいいよ。あ、そうだ、舐めない方がいい。うまい、うまいって言うんだ。お前、俺、怪盗少女見て好きだったんだよ。あ、そんなガチャなの。Z の前かじゃん。ん、 Z の前だん、怪盗少女だった。一番誰が好き。俺 FNS 歌謡祭でスキャンダルと共演してたからな。あ、スキャンダルと一緒に歌ってたよ。俺スキャンダル好きだから。そうなん。もうモモクロあの時いいなと思ったけど、うん、それと同時邪魔って思ったの。うわちょっと位置いかんくる。俺は逆で。あ、そうなん。スキャンダルが俺逆で。嘘つけ。俺逆でよ。俺スキャンダルがあれって思ったんだよ。ちょっと嘘だろ。うん、スキャンダルメインにしなさいと思ったよ。ほら、コウタロウスキャンダルレベル高いよな、うん、スキャンダル検定やったら2級ぐらいじゃん、お前。嘘、そんなに。そこまで、そこまでいかないと思うけど、2級ライブ行ったよ、最近。マジでどうだった。超楽しかった。やばい、楽しい、覚える。うわ、アイドル。あれもアイドル、アイドルじゃないけど、バンド、バンド、バンド、曲で GB、GB。 やべえ、最高。最高よ。行きたいわ、ライブ。おいどいてください。バックナンバー、やばい。一応、鹿児島まで行くよ。多分よ、アイドルやばいぞ。アイドルやばいぞ。足は怖いですよ、多分。怖いだろ、ね、多分その後疲れすぎてやばいぞだろ。もう、うん、絶対筋肉痛だろ、その時。なんか、痩せそうだよな。結構アイドル好きよ。もうみんなも顔が痩せそうって感じ。ね、これさ、ラー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 なんか落としていい？ラララーから長いから。俺、48グループも結構好きよ。嘘？ NMB と乃木坂好きよ。あれ、あの、ニャーケビ。ニャーケビ。ニャーケビ。あ、俺妖怪ウォッチッチ、ウォッチッチだけ好き。ウォッチッチだけ好き。妖怪ウォッチッチよ。妖怪ウォッチッチ。ねえ、やっぱさ、ゴールデンウィーク遊びに行くなら海か山かにしない。あ、山。それの方がなんか決めやすくない。まあね、決めやすいからね。まあ、ね、沖縄が。いや、ごめんだけど、それ昨日俺とユキは話し合った。あ、マジ。完全にオフの時に話し合った。完璧だ。海、いや、山、海、山ある。まず、池江ビーチに行こうみたいな話やってたよな。あ、まあ、それ。はい、そろそろ。潰したけど。潰した他の方が全部行こうみたいな。潰したよ。レッツ、デレッデー。コーマラ。はい、マイク入れるよ、もう。デレッデーで。はい、以上、桃色クローバー Z で、猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛でした。お前、首、はいはいはい、噛んだから首。先週に引き続き、お前、首。待って待って、やめて。じゃあ、俺に当たり強いってみんな、なんか。はい、じゃあね。当たりが強い。じゃあ、はい、あれ、
何だったメジャー、はい、そうメジャータイトル決定戦に行きたいと思います。イエーイ、思いの方が続いているこのコーナー、毎週やってるなこれ。絶対人気ない。そんなこと言うなよ。ダメでしょ、それは言っちゃダメでしょ。お前企画とかは俺がやってるんだぞ、お前へこむからそんなこと言うなよ。精神的ダメージ。企画するのはゆうやしかいないのに。お前本当に俺豆腐なんだぜ、こう見えても。豆腐、はい、じゃあ行きたいと思います。はい、メジャータイトル決定戦。このコーナーでは世界的に人気のあるスポーツは野球かサッカーかなど、一度は話題に上がるであろうトピックの決着を番組内で勝手に決めてしまおうというコーナーです。ウェイウェイ、勝手にっていうところね。そして今週の議題は、遊びに行くなら海かそれとも山かということでね、はい、まあゴールデンウィークだし、だしね、遊びに行くことは多いと思う。そこで遊びに行くんだったら海がいいか山がいいかっていう。山だな絶対。俺は海だな。海でしょ。そう言って山だな。じゃあ山だよ。山よ。川もあるんだよ。そうだけどさ、お前海より川の方がいいだろ。そうだけど、お前山から川に行く間よ。は？分かったよ、お前山歩くのがまた楽しいんだよ。お前虫うじゃうじゃだよ。そこがまたいいね。海は海だけさ。そうそうそう。山にはこういろんな凝縮されてる。そう、あの気持ちよさ。子供たちの遊び場、砂場があるさ。そうだよ。広大な砂場だよ、お前。お前だったら人が多い。まず山にだって木登りっていう必殺技があるだろ。木登りはちょっと必殺技。え、もうあそこ引いてすんなや。お前毛虫振ってきたや。毛虫振ってきたらどうするお前。嫌 やっけ。子供がビビって嫌 やっけ。まあまあでも山、うーん、山なら絶対、うん、山まあでも海何がいい。海まず泳げる。バーベキューできる。涼しい。最強。そんな山でも、山の川でもできるわ。まあそうだけど、バーベキューは川でもできる。魚もやってんだ。川でも泳げる、川でバーベキューしてみよう。お前氾濫する。氾濫氾濫して流されてああってなる。はい、サーターさんから、県民なら子供の国に行けって聞きました。お姉ちゃん子供の国ね。まあ子供の国、そういえばいろんな要素あるもんな。ワンダーミュージアムっていう。ワンダーミュージアム大好きだな。基本趣旨からそれちゃってるよ。もう海か山かだからね。海、山でしょ。シエ、断然シエや。まず夏の先取りね、海。じゃあ山だったら一年中行けるよ、山は。山なんかいい。あの8月8日が山の日。一年中行けるからこそ。そう、まあいつ行ってもいいって感じさ。ああ、そう。山は年中行ける。じゃあ海さ、それって海怖いさ。まあそうだけど、お前いきなり海入ってて津波が来たらどうする。いや、そんなことはない。お前海入ってていきなり、あの逆流、何流だった。ああ、離岸流。そう、離岸流が起きたらどうする。まあまあ一応ネットあるところは大丈夫だよ。ネットあるところに入るんだよ、ちゃんと遊泳できるところ。そう、もうプール行ったら入るんだ。そういう、あのもう海は海はそういうさ、安全地帯が設けられてればよ。山にはないさ、もう山永遠に行け。そこがまたいいばよ。もう入って、もう遭難したらおしまいよ。ゴールデンウィークは全然ゴールデンじゃないよ。輝かないよ、お前。ただのウィークで。ワクワクするだろうが、お前。ただのウィークだよ、お前。そうだよ。まあ、最近俺たちも登山したわけよ。宿泊研修で。ああ、その時も山のね。もうとんでもなかったあるわ。そうか、あれ山でしょ、山。山でも確かに山疲れるな。山の辛さを知ってしまった。うん、あの走った時はもう裏切る。ここで裏切る。考えたらよ、お前。山疲れるわ。ゆきは冷静になって考えてみ。海じゃない？君、宮古島の海最高って前叫んだよね。俺たち連れて行きたい。おい、洗脳すんな。おい、超最高だった。待て、まあ、沖縄だったらね、海だよね、やっぱり。沖縄イコール海？海だな。よし、オッケー。3対1。呼ぶか。俺を論破してみろや。海です。まあ、海がいいよ、やっぱり。うん、沖縄県民は海だよ。沖縄の海最強だよ。沖縄最強、海。砂も綺麗。もう盛り上がるのは海さ。うん、違う違う違う。何でも海ができる。お前森で盛り上がるか。うん、うん、盛り上がるよ。ダジャレみたいなつもりか。ジャグった。そういう通りじゃなかった。森はいいよ。お前森の中で今日盛り上がっていこうぜ、ブーってなるか。みんな盛り下がっていく。海のビーチの方がなるだろ。そうそう、海だったらもう盛り上がっていこうぜって行く。夜も海がいいだろ。あー、そう、夜もうビーチでね。そう、ビーチでもう盛り上がってうわーみたいな。まあ夜の海危ないって言うと確かに危険すぎるだろ。山とか夜考えてみよう、お前。テントで寝るだけだ。男女二人で海まで座ってみよう、お前。ロマンティックだよ、ロマンティック。海、ウェイ、じゃあ山の中で、じゃあ山の中で男女二人遭難すればよ。はいはい。で、男の方が頑張ればよ。そして女子が胸キュン、ウホーみたいな。で、遭難したもんじゃん。いや、それはお前目線さ。
でも、まあ、考えてみ、もし男女で遭難するさ、うん、男子頑張るさ、うん、もう異常なほどへっぽこさ、女子がもう気うなだれるさ、もう、うん、喧嘩が勃発するさ、結局バラバラ、そう、2人ともバラバラになってどっちか出てどっちか出れないってことになるかもしれない。やばいでしょ、やばい、どんな結末。それか両方出れたけどもう仲が修復しないかもしれない。あ、最悪な、そういう可能性だと。海だって、海だってほら、海はないでしょ。うん、はい、海は何がある、海だってこう並んでるさ、夜、うん、ビーチで、うん、そして男の人が会話ベタだから会話が続かなくなって気まずくなるばよ、うん、気まずくなってもうこう風景に助けてもらってるのにダメだったみたいな。大丈夫、会話が続かなくても、そこがいいの、波の音がかき消してくれるばよ。そう、波の音がいいぐらいの雰囲気で、うまいこと言うな、う、女から釣りが来るかもしれないさ。そうだそうだ、そう、海だな。それでも盛り上がらなくても、いやいやいや、さあ波が、波の音が綺麗だねって言えば、そうだねってなるさ。想像してみ、想像、違う、そこで恋に、全ては想像から始まる。そう、お前みんな山山山砂場で遊んで、山、あれ、あのスズムシの鳴き声、雨降ったら終わりだよ。そんなの、まず、あ、それ海なおさらだろ。海なおさらだろ、それだったら。海やばいわ、海もやばい。雨降ったらもうダメじゃん。ちょ、お前さ、海だったらさ、近くに海の家がある。海だったら近くに何でもあるじゃん。山小屋ある、山小屋。山小屋、山小屋はそんな簡単になんだろう。ないない。あと奥行ったらやば、どこ行くってさ。そう。飲み物つきたら終わり、食料つきたら終わり、あれも終わり、山。じゃあ海も、海も飲み物つきたら海水飲むわけにもいかない。うん、買う買う。そこになるぞ絶対、うん。海の家がある。そう。うん、じゃあ、うん、じゃあ、無人島じゃないから、絶対自販機。そうだ、富士山にもある。俺たちも山小屋っていう名前のあの。富士山はさ、それが結構奥行っちゃったら戻らないといけないさ、あ、近いまで。しかも戻ったら終わりだろ。そうだよ、海なんか、あ、山登ってみ、高山病なるよ。ゴールデンウィークで高山病でおしまいとか終わった。泳がんくても楽しい、海泳がんくても楽しいんだよ。じゃあ小太郎とか言うのは説得力あげるけど、雪はお前元海派だったから何言っても、あ、山派だったから説得せ、説得力が全くない。変わっちゃったんだよ。じゃあ、はい、残り1分しかないからもう判定しよう。判定か、これはもう海決定だな。そうでしょ、海でしょ。ゴールデンウィークはさすがに海だな。ゴールデンウィークは海で過ごそう。じゃあ海で行くか。海で行こう。海で行こう。で、これが何だって。うん、これはもう遊びに行くなら海か山かで、海になったから、うん、海だ、海に、海、海行ったらみたいな。あ、じゃあ湯や海行ってみて。あ、でここでね、ちょっと簡単なことをね、はい、あの外国人が選んだ日本の観光地ランキング、うん、行きたいと思います。もう50秒しかないんだけど。一瞬で行けよ。はい、トップ3位から3位から3位デレレテン、厳島神社。おー、はい、2位2位広島県平和記念資料館。あ、はい、1位デレレレちゃん富士山伏見稲荷。あ、伏見稲荷大社いいね。伏見稲荷神社でした。あの鳥居がなんか何個連なってるところ。どん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 、あっちが1位なんだ、意外だな。すげえ、どん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 。結果的に山じゃね、それ。あ、まあ確かに。じゃあ俺たち勝った、勝った、イエーイ。まあ、負けちゃった。余っても終わる。はい、以上。なんか逆転できる、早いな。以上、高校生たちの30分でした。では皆さん、また来週この時間にお会いしましょう。そして来週のメジャータイトル決定戦はそれ言わなくていい、もう。はい、バイバイ。もう5秒しかないもん。さよなら。さよなら。